主文被告人羽村恭平は来い。ゆったりプレイスでーす。続きやっていきます。お願いします。はい、ジャッジアイズナンバー11です。はい、ボス戦だね。ね、おそらくこれ矢印あるのとこれタクシーもあるんだけど、どっちがいいんだろう。乗ってみる。行けんのかな。乗ってみる。でもお金出しちゃうんだよ、ここで。あ、まだ大丈夫か。どこだろう。ああ、どこかがわからないな。え、勘で行っていい？いいよ。あ、ちょっと動かしてって。ここだ。これ天下一通り、この辺。うん、近いよ、めちゃくちゃ。それで。あ、ほんと。うん、行くぜ。いいね、タクシー楽だからな。よし、ボス戦だっつってタクシー乗るとちょっとシュールだよね。で、食材買い込んだ方が良かったんじゃない？ああ、力技で。でもあんま回復しなかったよね。いや、しない。どうしよう、むしろ遠のいてたら。あれ、この辺から乗ってたりして。わかんないけど。ああ、まあ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 、ああ、今のところでよかったんじゃないか。あ、はい、来ちゃった。仕方ねえな。あ、いいね。あ、いいダメージ入んね。クリティカルヒットするとだいぶいいんじゃない？はい、来ました。うん。はい、伊藤さん。相変わらず中の様子は見えねえ。どうする？まずもうちょい目立たない格好がいいんじゃないですか、海藤さん。こんな昼間に。遠くからでも分かるよな。さすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか。ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ。いい作戦を立てといたぜ。へえ、どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。で、連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリ。楽しそうじゃん。まあで、目を引くって何やんだ。それはそん時がクリアわかる。ただまあお互い体の張り時だ。なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。分かったよ。俺は侵入口を探す。見つけたら合図する。えっ、合図するって言ったじゃんか。村瀬のクソガキいるか。元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞ、こら。おお、上等や。そこで終われ。逃げんなよ。行けタボ、今がチャンスだ。分かった。マジで無なよ、海藤さん。度胸しとるの。うん、結構出てきてるけど大丈夫ですか。いや、全員出てきてるんじゃないかこれ。あ、そうちゃった。強いな海藤さん。早く呼んでこい。よし、行くか。行こう。海藤さんがやってくれてる間に。ああ、出た。またかーい。ちょっと待って。これやってから暴れてもらえばよかったんじゃないか。確かに。開いた。よかった。懐かしいね、この辺。あ、もうぶっ壊れてんだよ。壊れてんのか、ボロボロ。そっちから入んのか。こっからかね。お、サムターン回して一発だな。新しいやつ。またか。はいはいはい。よかった、針金。ああ、使うとき。だいぶ昔にもらったよね。うん。はい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 。操作説明読んだ方がいいんじゃない、ちゃんと。ああ、結構複雑っぽいしな、これ見る限り。やばいじゃん。やばいね。LR がサムターンを回す。うん、ああ、これむずいぞ。いやー、できるかな。ちょっと心配だな。マジで。ちょっとここで一回切るか。こう。はい、ちょっと待って。こう。合ってる？合ってる？合ってる。もう少しだ。あ、逆。合ってる？よし。回った。使えないんだ。あら。よし。村瀬の部屋なのかな？ね。まあ上だよな、きっと。だと思うけどね。お。見てないし。見てない。あぶね。今の危ないよ。あらまあ。生きては帰りたいんで。なんでバット投げちゃうんだろう。殴った方が絶対ダメージでかそうなんですけど。さあね、連打してるからね、取ったぜ、うらーってなっちゃうんだよね、毎回。おい。まあ倒したからオッケー。さらった子どこだ？知らん。俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。はあ？なんだよ、使えねえな。腹いせのような。張り際のキックかわいそう。結構決まってたよな。うん。まあこっちかな。これちょいちょいあれかな、登るごとにちょっとずつ強いやつ出てくるのかな。毎回出てくるんじゃない？ね。そうか、まあ戦闘の練習になるからいいんじゃないでしょうか。まあ練習でもう瀕死にならないことを祈るばかりだな。ついに来たんじゃないか。うん。さあどうなるかだな。ダメだろうな、多分。じゃあダメだな。こんないるんだもんだって。聞いてないよ。一人じゃないの。聖夜の妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。八神？やろ、いつの間に。あれでもいないな。その子ね。今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。そりゃそうだ。すごい。そんなことないだろ。鍵かかってんだろ。まあ裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けどそれじゃ言い訳。肝座りすぎだよな。単独で乗り込んで。縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい。ちなみに逮捕監禁罪は3ヶ月以上7年以下、当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれでしまいや。はい、脅迫罪。また一個罪重ねたね。不法侵入罪入ってるけど、こっちを。まあ数では少ない方だから大丈夫です。ああ、そうですか。あいつ。最後だけちょっと決まったんじゃない？うん。はぁ。行こう。遅刻してきたな。うん。村瀬さん。なんもいいだろう。これ以上騒いでも泣きみんのあんたらだけだ。羽村にはアリバイがある。久米をやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら久米は誰がやったんや。それはまだわからない。ただ羽村ならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。何やと？事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は街中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うにクメはアムールから解放されなかった。羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目はえぐり出した。筋は通っとるな。羽村が無所に入ったらどうやって今の話を確かめる？せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か？分かったわ。行けや。今日は探偵さんの度胸を褒めといたる。ありがとうございます。あったーこの先ね、村瀬線だったらちょっと心折れちゃうかもしれない。防犯映像の中で僕を殴っているのは絶対勝てないもんな。今この法廷にいる松金組の羽村さんです。いいぞ。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、よかった。証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人、いかがですか？証人に動揺があったことは認めます。ですが、初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今、弁護側はちゃんとネクタイ締めてる。さすがにここで締めてなかったらもう頭おかしいだろ、マジで。まあ、あれはラフな場だったからか。ゆるゆるだったネクタイは。スターダストというカムロ町のお店。つまり、ホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか？だいたい2年です。そのわずか2年の間に、あなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか？それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる。調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え、相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか？証人の裏付けだけで印象操作してくるね。あの映像の人物、まあでも5件も来ちゃったらしょうがなくね。5件はちょっと多いな。であるならば、やはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか？まあでもこっちがまだ有利じゃないか。言葉の信憑性という点について、一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。お、映ってるぞ。お、今映ってるのはあなたですね、検事。ええ。そして行っていたのは、防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう？違いますか？あ、再現か。いや。だとするとおかしいですね。検事は先ほど、サウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか？嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り、必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに写る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話は分かります。でもあなたは否定するでもなく、わざわざ映像を確認していないと言った。おそらくいいぞ映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか。あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。決まった。うん。なんで最後頭しか映らないのか分かんないけど、頭がやりましたみたいな雰囲気ですけど、頭が決めてやりましたみたいになってるけど防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上羽村は久米殺害犯ではありえない。主文被告人羽村恭平は来い無罪。よっしゃ。これから判決の理由を述べますので被告人は座ってください。これ元カノ前で気まずいな。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。いやもう危ないな。土の中で常にアイスピック持ってる。被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今も神室町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。おめでとうおめでとう。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にも。むしろ検事で2敗もしてんのか。やばいな。つまりやばいっすね。 99.9% の世界で 0.1%2 連続ってことでしょ。ちょっとやってんなあいつやってんな見た目怖いだけでやってんな。やってんなあいつ。あ、ちょっとこっちも握手してくださいよ。ねえいくらもらえんのかな金稼がなくてよくなるかもしれないね、もらえれば。お、誰だ。お元気そうだ。神室町の探偵業は順調ですか。あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。また新キャラだね。うん。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士。俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか。それなら結構です。せっかく勝ったのに胸くそ悪い終わり方だったな。ね。はい、ジャッジアイズナンバー11、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ピエールさんの無罪を勝ち取りました。やったね。おめでとうございます。やったぜ。まあこっちには握手してくれなかったけど。確かに。はい、じゃあチャプター1終わったっぽいんで、また次回チャプター2よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。